で完全にもう覚醒剤が入ってる状態で、お前芸人なんだろみたいな。その頃の月収っていうのを超えることがないんじゃないか。九州の佐賀県に霊能力を上げてくれる、修行をさせてくれるところがある。人間の人生には力強さがある。彼らの人生の一幕を切り取ったノンフィクションインタビュー、ここに始まる。はい、お願いします。そうですね、学生時代結構おとなしかったなって思いますね。まあなんかそうだな、弟にね言われても結構静かだったなっていうふうに思いますけどね。なんかいじめられてたっていうふうに言ったら大げさかもしれないんですけど、まあ、ちっちゃい時はね、特に小学校時代かな、弟とね喧嘩になることは多かったですね。まあ、うちその3人兄弟で、僕は長男なんですけど、1個違いなんですよね。中学校で言ったら僕は中3で、弟は中2、中1ですよね。力もあんま変わんないんでね、そのゲームの取り合いとかで、次男とかには結構怒られたなっていうのは記憶ありますけどね。そうだな、中学校時代なんかは結構ね、その歯茎が出てるな、きしょいとか、そういう風にね、いじりなのかもしれないんですけどね、僕は嫌だったから、ちょっといじめみたいに思ってましたよね。いじめられっ子っていうのかな、そこまで言っちゃったらね、大げさかもしれないんですけど、でもやっぱ本人じゃないですか、それって。やっぱね、本人がどう思ってるかな、そうかなって思うんですけどね。やっぱり、嫌でしたけどね。そういう風に中学校はね、こういじられたりとかね、ちょっといじめかなと思ったんですけど、高校ぐらいになってからはね、少しはそういうのは落ち着いて、ね、人間関係もリセットされるじゃないですか。なんで、勉強とかには少し集中できたかなと思っていて、一応ね、その高校トップ、学力のトップっていうのは3年間一応、取らせていただいたっていうのがあって、それだけはね、自分の中の自信というか、そういうのはあります。そうだな、大学時代まで行っちゃうと結構長くなっちゃうかもしれないんですけどね。大学時代とか高校ぐらいかな、高校ぐらいからはね、結構明るくなってきたかなっていうふうには思いますね。中学校時代なんかはね、やっぱり見た目のことだったりとか、弟にいじめられたりとか、すごいネガティブな時はあったんですけど、高校ぐらいからはね、やっぱ部活とか、勉強とかにもね、注力できたというか、集中できてきたんで、結構楽しかったなっていうのはありますね。運動してたからかもしれないですけどね。山岳部とかってね、その山登りっていうんですか。結構ね、高い山とかね、あと、登山マラソンとか行ったりとか、筋トレとかね、そういうのをやってたから、結構健康に良かったのかなっていうふうに思いますね。なんで、ちょっとずつ明るくなってきたかなっていう、そういうイメージはあります、学生はね。そうですね。芸人になったっていうきっかけもある意味、その、高校時代にあるんですけど、高校を卒業するときに、卒業する前かな、吉本ですね。吉本養成所、吉本芸人がよくいるじゃないですか。芸能界が。吉本行きたいって思ったんですよね。NSC。うぬぼれかもしれないんですけど、高校時代とかね、結構少しね、その周りではね、周りでは結構受け取ったかなっていうふうに思っていて、それでなんか人を楽しませるとか、明るくするっていうのは嫌いじゃなかったっていうのはですね。あとはそうだな、舞台に出たら結構自分って変われんじゃないかなと思っていて、だから憧れとかもあったんでしょうね。テレビとか、そうですね、今は最近はテレビとか見ないですけど、当時もね、やっぱり、めちゃめちゃイケてるとかね、そうだな、めちゃイケとか売りなりとかなのかな、うっちゃんなんちゃんとか、結構ね、そういうのが、今でも有名なのかもしれないんですけど、当時めちゃくちゃ流行ってて、それは面白かったっていうのもありますよね。自分がそのいじめられたりとか、そのネガティブな時代があったんで、だからこそそういうね、お笑い芸人の方の芸を見てたりすると、救われたって言ったら大げさですかね。大げさかもしれないんですけど、結構救われた部分はあったんですよね。この人たちバカやってるな、楽しそうだなってね、思いながら、自分もなんかそういう風になんか楽しく生きられたらいいんじゃないかなってね、そういう風に思って、
舞台に立ったら自分も変われんじゃないかなと思って、まあ、だから、うん、やりたいって思ったんでしょうね。まあ、高校の時に、そうだね、吉本以外で言ったら、ビビる大木さんですね。ビビる大木さんが言ってた、東京アナウンス学園だったかな。専門学校があって、そこもいいかなと思って、願書は取り寄せたんですけど、まあ、何分ね、その三人兄弟の長男だったんで、まあ、さすがにね、就職したらまずいだろうってね、まあ、子供心に思ってしまってですね、まあ、それで、その時は行かなかったですね。まあ、さすがにね、一番初めの子供がね、いきなり芸人になるとか言っちゃったらね、まあ、びっくりしちゃうと思うし、まあ、その時はね、少しは考えて、まあ、やめとこうって思いましたけどね。まあ、結局ね、年いってからまたやってんですけど、まあ一応それはそれで良かったのかなっていうふうに思ってます。まあそんなこんなでね、まあ高年になってからですね、就職してからですよね、お笑い養成所に行ったのは。まあもともとね、その高校を卒業するときとかは、やっぱ自分が変わりたいとか、楽しませたいっていうのがあって、まあ自分も変われんじゃないかなと思ってやろうと思ったんですけど、まあそうだな、就職してからもね、やっぱそういう気持ちが強かったんでしょうね。まあ後になって、就職して3、4年ぐらいかな、経ってから、まあちょっと素人同士で漫才とかやるようになってね、まあはいどうもーみたいな、はいどうもーとか、まあ結構ね、まあ調子に乗って漫才とかやってたんですよね。まあ、飲み会とか、あとはまあパーティーですね。まあそういうのを主催するね、人はいたんで、まあその人はじゃあ一緒になんか漫才でもやりましょうよ、みたいなこと言われて、まあ嫌いじゃなかったんでね。まあそれでやりながらやってたんですけど、まあある日突然に、仕事の同僚がね、お前中途半端なことやってんじゃねえよって、まあ飲み会で言われてですね、まあそこで負けず嫌いだったのかなんかムカついちゃって、まあそれだったらもうなってやるよみたいな風に思ってね、まあその日のうちにも願書をね、申し込みましたね。まあ当時働いてたんで、さすがにね、その週3とか週4のスクール無理だなと思ったんですけど、まあ土日にやってる渡辺コメディスクールっていう、まあハライチとかね、妹彩子さんが入ってる、まあそういうスクールがあったんで、まあそこの願書を取り寄せて、それでもうなろうと決めました。まああんまりいないかもしれないですけどね。まあなんかな、ムカついたからなるっていうのもあれですけど、まあそれはそれでよかったかなと思っててね。やっぱり自分のそのなんだろう、落ち込んだりとかね、そういう気持ちもあったんで、まあ変わりたいっていうのもあったっていうのはありますね。舞台になったら変われんじゃないかなっていう。うつ病をね、発症して克服したって言われると、まあ、どこまでが克服したっていうのはあるんですけどね。まあ、ちょうどそうだな、落ち込むのがあったっていうのは小学校のね、高学年とか、まあ、中学校頃もありましたけどね。まあその中学校の時見た目でね、その歯茎が出てんだよとかね、歯茎出すなよっていう風に言われた時も結構落ち込んでましたけど、まあ高校かな、高校2年3年ぐらいの時は、まあ結構そうだな、落ち込むことの始まりっていうんですかね、ちょっとこれ鬱なんじゃないかなっていうのはありましたね。まあちょっと恥ずかしい話になるんですけど、まあ高校の時にね、まあ好きだった子がいてね、まあ全然その付き合ってたとか、まあ彼女っていう感じじゃなかったんですけど、まあ当時は浮かれちゃってね、そうだな、恋心っていうのかな、そういうのってなかなか止めらんないじゃないですか、やっぱ人間なんでね。まあそこをね、まあそこがやっぱりな、好きな女の子と会えなくなっちゃって。